青森も桜が咲きました。ちらほらちらほらと咲いてきて、さてこれから農作業が本格化するぞっていうことで、あの作業をどのタイミングでやろうか、この作業をどのタイミングでやろうかっていうことを考える時期になってきたんだけども、天気と相談しながらね、でその時何をどのタイミングでやろうかっていうことを判断する指標をね、俺の指標っていうか、俺が有機農家だとみんな多分持ってると思うんだけども、俺の指標をね、お話ししたいなと思います。まずね、普通の農家さんであれば、栽培後読みっていうのが JA とかから出てると思うんだ。あとは種屋さんとかで、この時期にこれをやってくださいっていうさ、まあ、なんかこう、何月に種おこしをした、種おこしが耕して、肥料を入れて、で、何月に植えて、何月に収穫っていうさ、流れがあるんだけれども、俺の場合はだいたい花とか、虫とか、花虫鳥とかそういう自然の流れを見て、出てきたものを見て判断します。何かっていうと、今青森市は桜も咲いたというタイミングで小節の花も咲くのね。でこの全国的に見て、この小節の花を咲いた時にじゃがいもを植えると収量が多くなるというね、データがあるのよ。全国的にね、自然農法やってる MOA ってところで、この自然語読みっていうものをね、作ってるっていうの話を作ってる人と話をしたことがあるわけさ。自然農法、有機農業を研究してる場所ね、MOA っていうのが。で、その研究した人の話によると、全国的にこの花が咲いた時にじゃがいもを植えるとどうなのか。で、拳を植えた時どうなのかっていうと、拳の花が咲いたタイミングにじゃがいもを植えると、全国的に見ても収量が良かったっていう話なのね。まあ、青森の場合は拳の花も梅も桜も一緒に咲くから、まあ、大体青森の場合は桜咲いたら植えるかなっていう感じでいいと思うんだけども、まあ、全国的に見て拳の花っていうのを一つの指標としてじゃがいもを植えると良くなったと。それなぜかっていうと、拳の花が咲くタイミングっていうのは、大体ね、その後に霜が降りる確率が 5% ぐらい、95% 霜は降りませんと。ね、霜が降りるのは 5% だと。だから、作業するのにちょうどいいタイミングだなって判断して、その時に植えると、やっぱ収量も良かったというデータね、があるのさ。あとはね、格好がないったら豆を植えようっていうことを言うおじいちゃんおばあちゃんもいるわけさ。ね、格好ってさ、あちこち聞こえてくるのね。もう少し先だ、青森の場合は。なんだけれども、そのタイミングで豆、大豆とかね、植えるとうまくいくよって。それは気温とか、そういうものだろうね。日差しとか、地温、ね、土の温度とか、そういうものに関わってくると思うのね。花なんかだったら、ちょうど、花っていうのは人間で言うと、女性のお腹、子宮の役割を果たすわけだ。そこで子孫もできるわけだ。一番大事な部分なわけさ、花っていうのは。次の代を作るためのね。だからそれがね、霜に当たるとすごく弱いんだけども、弱いのさ、霜に。だから霜に当てたくないわけさ。だから桜でも拳でもね、やっぱそのタイミングっていうのはやっぱシビアで、体の中で積算温度ってさ、平均気温の積み重ね足してって、そのある温度になると咲く。で、まあ、桜はその場合に咲くんだけども、だからその温度を、自然を一番分かってるのは花なのさ。一番大事なもの、自分の身よりも大事な子供たちをよく育てるために、うまくいくタイミングはどこかっていうのを、自然のことを肌身で感じて分かってるのがお花さんたちなのね。だからそのシビアなところを判断してくれる花を俺らは見て、お、咲いたな、じゃあ霜降りねえなきっとって思って植えてるわけさ。ね、だから格好が泣くのだってあればね、おそらく俺もよく鳥のことよく分かってないんだけれども、おそらく求愛行動なんでしょ。僕ここにいるよって、お見合いしてくれませんかとかさ、多分ね、だからちょうど子育てにちょうどいい気候になった頃、暖かさとか、餌がいっぱいある、子供ができた、生まれたらご飯持ってこなきゃダメじゃん、虫が動いてるとかね、立ってきて食べて与えられるとか、そういうタイミングっていうのも大事じゃん、格好にとってすれば。子育て、次の世代を育てるために。だからそういう環境が、状況が整ったら求愛行動を始めるんだろうと。だからそのタイミングで豆を植えると豆もうまくいくっていうことが昔からのね、知恵としてあるのさ。だから俺が有機農業っていうか、俺なんかが特にやるのは、やはり花とか動物、虫の活動を見て、今の環境、気候はこれだっていう判断をします。ね。だから、今、水仙も咲いてるんだけど、まあ、水仙とか、そういうのもね、庭にちょこっと入れておいて、水仙間違って食べちゃダメだよ。ニラと間違って食べると似てるけれども、水仙は毒だからね。だけども、植えてるの。それは花が咲くタイミングを見てるわけさ。あ、そろそろこれだな、この時期だな、とかさ。また山菜ものをね、苗買ってきて植えて、さっきおうちにニンニクとかも植えてたり、コゴミとかも植えてるんだけれども、それもね、あ、生えてきたな、と。平地でこうだから、このくらいの気温だからこの作業をしようとか、山の方はこうだろうから山菜取りに行こうかなとか、そういうふうに行動基準を植物を見て決めてます。俺はね、他の人たちどうだかわかんないけどもね。で、これの何がいいのかっていうとね、ここが大事だよ本当にね。なんでその花とか虫とか、鳥、自然を見て決めるのかっていうと、今異常気象なわけさ。地球温暖化、まあ、寒冷化とかいう人もいるけども、まあ、俺は温暖化だろうなと、ね、さっき喋ったけれども、桜っていうのは積算温度、平均気温の積み重ねで、咲くタイミングっていうのは変わってくるんだけども、青森県の場合、ね、弘前の桜祭り、ゴールデンウィーク、ね、満開、ちょうどいいタイミングだったのよ。子供の時、俺が子供の時、20年前とかね、30年前とか、さらにその前とかはずっとゴールデンウィークに咲いてたんだけども、今年はもう4月10日のちょっと前か、ちょっと待ってね、いつだ？今日10日だ。うん、4月10日、もう開花宣言あるわけさ。で、20日頭ぐらいにはもう満開終わって散ってしまうだろうと。すごく早くなってるわけよ。ゴールデンウィークから見ると1週間、2週間早くなってるわけさ。ね。だから、この変化が激しい。今、昔と違うんだよ。気候がね。この時に昔の感覚で種をまいてると、ね、昔、まあ、もう一つちょっと先の話になるけれども、大根は青森で植える時は、お盆の頃、お盆のちょっと前とか、かな、植えろってだったんだけど、そうするとみんな育たないっていう時があったのよ、数年前。で、俺はね、その自然の感覚を見て、肌身で感じて、ああ、もうそろそろいようかなって、4月の15日とか、お盆の1ヶ月前だな、植えたの。そしたらしっかりできてさ、ね。で、みんなは取れないって、ああ、うちは取れたよ、こういう大根取れたよって、1ヶ月早く植えたよって、って、で、みんな早く植えたら、あ、本当だ、早く植えたら、いい大根が取れたって喋るわけね。でもそれから気候変わってるわけさ。温度がさ、人間の感覚っていうのはすごく鈍いっていうか、やはりこういうさ、デジタル機器とか使ってるから、やっぱり、あと暖かい家とかにいるから、自然と離れてしまったから、感覚が麻痺してしまってて、敏感じゃないのよ、やっぱり。まあ、俺敏感なのかもしれないけどね、大根のあれなんとなくで、早い方植えた方がいいべなって植えたんだけどもね。うん。ね、そういうふうに敏感ではないわけだ、人間ってのは。ね。動物とかはやっぱ春に子作りをしなきゃダメだと、花も咲くのも春でないとダメだと、いろいろあるから、そのタイミングが1回しかないから、1年で1回しかないから、そのタイミングを逃せばもう次の年までないんだから、そこに全てをかけてるわけだ。人間ははっきり言っていつでもいいじゃん、年中子供まで作れるわけだ。だからだんだんやっぱ自然との関わりが遠くなってくるから、やっぱり感覚がシビアでないのさ。だけどもやっぱり自然、花、虫、鳥とかそういう動物とかねはやっぱりシビアだから、そこを見て今の気候っていうのはどういうふうに変わってるかっていうのを見なきゃいけないのさ、ね、桜が咲くのがなんか話脱線したけども、ね、青森ではゴールデンウィークが満開だった桜が今はもう4月の10の後半、まあ、20日あたりとかその辺かなだと思うんだけどもに満開になるぐらいやはり早くなってるのさ、暖かくなってるわけだ。で、そういう時に昔の経験だけで、昔からこういうタイミングでこの何月何日にこれやってて、この何月何日に収穫してどうのこうのって日にちで決めてしまうと、そのタイミングに逃してしまうのさ。だからそのなんだ、昔の経験大事だよ、うん、大事。それを否定するわけではないんだけども、それプラス自然っていうものを見て肌で感じて修正していかなきゃダメだなと、ね、その昔の自然暦じゃない、栽培暦、 JA が出してるやつでも何でもいいよを参考にしながら、肌身と自分で自然と触れて自然を観察して得た感覚あとは気象庁が発表している温度とかを見て、その基準としては JA の栽培暦でいいよ、それを使ってちょっと早くしなきゃダメだなとかをやっぱり判断していかなきゃダメだな、まあしてると思うんだけどね、 JA さんの方でも。俺 JA と付き合いないから分かってないんだけどもね、やっぱり何月何日にこれじゃなくて、自然を見てね、花を見て、虫を見て、鳥を見て、動物を見てね、そういうのを観察して決めていかないと良くないかなと、うまくいかないかなと思います。なんで花植えてお花を植えて、あとは草を刈りすぎないで少し残しておいて、虫がどういう変化してるか、で鳥の声に耳を傾けて、でそれで自分の肌で温度、風の冷たさ、暖かさを感じて、で、栽培の何をやろうかっていうことを決めといてほしい。で経験がなければ難しいから、難しいけれども、それはねやっぱり栽培暦とか参考にしてやってもいいけども、肌でその自然を感じながら、あ、このタイミングだったら去年ダメだったからちょっと早くしてみようかなとか、実は早く遅く植えてみようかなとかね、その基準を自分の中で持ってほしいのさ。だから自然から絶対目を離さない、離れないでほしい。少しでも山に行って酸性取ってみるとか、花をめでる、ああこの時期に咲いたんだなっていうことは、温度がこうだな、指紋が下りないのかなとかね、そういうことを、ね、俺がね、佐々木がね言ってたと思って忘れないようにして、花を見て可愛いな、綺麗だなだけじゃなくて、それも大事だけれども、今はこういう気候なんだな、こういうふうに地球の環境が変わってきたんだな、じゃあどうしようかなというふうに栽培を臨機応変に合わせていってもらえたらいいなと思うんで、まあ、とりあえずそういうふうに自然を見てほしいっていう話ね、今回、ただ見るんじゃなくて、やはりそこから何か考えて自分の栽培において臨機応変に変えていく、そういう栽培にするとよりよくできると思うし、畑に行くのが、出かけるのが、花を見るのが、花見に行くのも楽しくなってくると思うんでね、そういうので自然を楽しみながら、さらに自分のね、栽培を良くしていっぱい取れるように、利益になるようにっていう風なさ感じで栽培に当たってほしいな、家庭菜園やってほしいなと思いますんで、是非お花、虫、鳥、そういう自然のサインをっていうか、シグナルっていうか合図をね逃さないように、アンテナ立てて、アンテナをピンと立てて、栽培に当たってほしいなと思います。